方広島は4月に入ってから今シーズン初勝利、やや出遅れはしましたが今月は3連勝もありました。最近2試合の2トップはオセフンと鈴木唯人だった清水、チアゴサンタナリーグ戦初先発シュート、サンタナだ。おっとジュニオルサントス、森島からもう一度受けてジュニオルサントス、わずかに左外れていきました。さあここからテンポアップできるか、一旦外の山原へ、エリアの中には3人、チアゴサンタだ。チアゴサンタは今シーズンリーグ初先発からの今シーズン初ゴール決め、山からですね、はい、まあ、右足に持ってこういいタイミングで背後を狙いましたね。一度あのチェックの動きで斜めに入ろうとしてから後ろ側に入ってるんで、それに佐々木が釣られたんですよね、はい、それを見た後ろ側に入れた素晴らしいボール、松本に対して激しくいった鈴木唯人、鈴木唯人左にチアゴサンタナ、サンタナ左足、これは外れていきました。森島のキックです、ニアサイドだ。最後は荒木でしょうか、荒木に合わせてきました。もう一度柏が受けるクロスボール、あ逆、森島、柏から最後決めたのは森島です。この裏ですね、そうですね、はい、ベンカルファーがセンターバックとセンターバックの間で、鈴木がそこに引っ張られた、その勝ち越しゴールはどちらに生まれるんでしょうか。さあ宮本から白崎、中山、最後は宮本、サンタナ、今日2点目、再び勝ち越し一歩先に出ました。素晴らしいです。そうですね、ここ少しインサイドに入って逆サイドへ、まあ、このヘディングで入ったかなと思いましたけれども、よくカバーした後いいポジションに立ってました。広島のセットプレーが続きます。またしてもノツナのキック、ニアサイド、ベンカリバー、広島に当たる、シュート、橋はブロック、ただ広島のチャンスが続く、ファーサイド、ファーサイド、ミスターだ、ゴンダが止めました。再び同点に追いつけるか広島、ノツナのボール、ここも止めたか、いや最後押し込んだ広島、押し込みました、最後柏か、再び同点2対2。いやこれアウトスイングでちょうどセンターのところですね、一番最初に競ったの誰ですかね、佐々木ですね、ですね、これ強かったですね、はい、鈴木唯人はこの時間帯左サイド、右に片山、あー行った、さあそして逆サイド、大瀬君だ、大瀬君に収まる、左足、今度止めたのは大迫、いや行きます、藤井がこの時間も行きます、クロスボール、柏田、胸トラップ、シュートだ、バーの上、足がつる中でも打っていきました。素晴らしいパフォーマンスでした ね、 ですね、まあ、両チームのサポーターは、ね、いろんな思いがあるかもしれないですけれども、はい、こういうプレーをね、やっぱ